こんにちは、フィリーエルフです。デッキを見る場合は一時停止でお願いします。それでは対戦をどうぞ。ということで前日から気になっていたフェアリードラゴン。今最強クラスで名高いエルフとドラゴンの2つの名を冠している。そんな最強カードを使ってきました。こじつけだね。とりあえず負けることなく数戦勝てましたし、ある程度のパワーはあるんじゃないのかな？そもそも妖精竜を引かない場合、前からあるフィリーエルフなので、ただ慣れているから余裕だった説もあるのでわかりません。確実に妖精竜が追加されて使いやすくはなりましたけどね。まだ手合値と言い切るには難しいなって印象です。そう思った理由は事前考察の段階でも言ったんですけど、2コストフォロワーの採用バランスが難しいんですよね。あまり高コストばかりを採用しすぎても場を離れるカウントが稼げませんし、かといって低コストで固めると妖精竜が起動しない。そんな事態に陥ります。難しいね。特に最速でフィリーを決める場合が難しくって、5ターン目フィリーの起動自体は難しくないんですけど、そこまで手札が整っているかと言われると難しいところです。なので今後の運用方法がどうなるかはわかりませんけど、多分最速を狙うんじゃなくて、6PP くらいで栄養失踪をかましつつ、7PP でカステルを発動させて勝利する。そんな感じになるんじゃないのかなって思ったりしています。6PP なら巻き手がプレイしやすいですからね。とりあえず現状はパワーを感じるので、使えるカードが来ただけで100点満点かなって感じです。ネバーデッドパイレーツ君と違って他のデッキでも使いやすいですし、多分時短とかでキスタとか来るんじゃないのかな。場に出たフェアリーにバフする効果を持っている過去のレジェンドがいるので、ここからさらにパワーを伸ばしていく気がしています。もう十分強い気がしていますけどね。構築を見つめるにも面白い軸だと思いますし、アディショナルで触ったデッキの中で一番おすすめです。回復、ドロー、打点、盤面、それらが全て揃ってますからね。フィリーで栄養まで出せれば場を離れたカウントも稼げますし、20カウントなんてあっという間です。そもそもフィリーだけでどれくらいのカウントが稼げるんですか？球体フェアリーが出せれば栄養が出てくるのでまず球体は確実で、フィリー、ライオン、フクロウ、栄養でプラス4カウント。もうこの時点で13カウント稼げるんですね。5コストのカードをプレイして13カウントって恐ろしいですね。これならカステルエルフをメインにしつつ、フィリーを1枚採用するデッキが出てくるかもしれませんね。そうするとサルビアとかアネモネを採用しやすいですし、バウンスカードを採用しやすくもなるんですよね。今回のデッキは2コストを重視した構築にはしているので、1コストのバウンスはなかなか採用できなかったんです。9コストの異様の方もそう。女王の行為によるサーチに引っかかってしまうので断念しています。まあバウンスしたいカードはカステルだけなので、アネモネサルビアのどちらかを採用すれば解決するかもしれません。ラフレシアプリンセスは強いんですけど、なくてもなんとかなりますしね。初日なので最速妖精竜盤面をケアして採用していますけど、最速盤面は気にしないでも大丈夫。そうなったら入れ替えです。ゲールピアースでもいいですね。まだまだ可能性は無限に存在しています。妖精竜に限って言えばアイリス軸にもマガチヨ軸にも採用できますし、無限すぎますね。そんなこんなで対戦も終盤戦です。やりたいことはやりつつデッキを回しつつ、インベーダーのハンデスにブチギレしつつといった状態です。もう超ピンポイントになりますけど、ハンデスだけカットするグランスエンジェルみたいなのが欲しいレベルです。もう1種類のハンデスも追加されましたしね。まだ使われていないので強いかどうかはわかりませんけど、使われたら間違いなくブチギレするでしょう。でも1枚だからギリギリ許せるのかな？難しいところですね。まあどっちにしても今後追加しないでほしいので、草の根活動にはなりますけど、ハンデスはもう追加しないでくれと叫び続けます。小声でね。ということでブチ切れつつも運が良かったのでリーサルです。妖精の力を邪魔すんなよ。ねえ、何して遊ぶの？ねえ、何して遊ぶの？ねえ、何して遊ぶの？できること。煙に巻く。届きました。
大したものだな。センスある。ということでフィリーエルフでした。大体必要カードかなって印象を持ちつつ、未来への導きを2枚とか、ラフレシアプリンセスをアネモネサルビアと入れ替えとか、細かい部分は変えてもいいかなって思ってます。フロストエイジは 7PP 以降の運用がメインなので2枚、プルメリア頼みだから枚数逆でもいいかもしれませんね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。お天道様よ、ヒークレア、どうぞお覚悟を。私が腐ってはね。この世に闇を届きましょう。芽生えた思いを力に。さて、ひとまずと行くか。芽生えた思いを力に。ビターンエンドですわ。赤点だって磨けば光る。この剣に妖精の力を。才能があれば世界に光を届けます。お帰りなさい。待ってましたよ。赤点だって磨けば光る。これで決めます。これが俺の合格点だ。彼が効く悲願通す星のような道しるべに。明るい方がいいはずです。卵じゃないよ、たまりの力。お帰りなさい。待ってましたよ。神への忠誠、我に示す。諦めない。覚悟はいいですか。ご飯の後はゲームしましょう。頑張ったね。羽ばたけ神秘、稲垣幻想。ねえ、何して感じる。ねえ、何して全力です。感じる。さて、ひとまきといくか。ねえ、何して遊ぶの。ねえ、何で遊ぶの。感じる。才能があれば妖精たちよ。ねえ、何で遊ぶの。ねえ、何で遊ぶの。感じる。いつかこの目に青葉の色を。うちの島だ。この世に闇を届けましょう。見せてやろう、百戦錬磨の実力を。隊長、任せてください。僕はみんなを救うんだ。学びになりました。新しい冒険が始まるのね。100を超え、無給の勝利を刻む。彼が機関士。妖精たちよ、頑張るね。